オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の Daisuke です。お元気ですか？もうあと少しで12月ですね。パリの街はクリスマスのイルミネーションでキラキラしています。太陽が出ている時間がどんどん短くなって気が滅入るんですが、街に繰り出すとその地区ごとで綺麗にイルミネーションの飾りがされていて、それを見ながら散歩するのも楽しいです。毎年この時期パリで一番話題になるものといえばシャンゼリゼ通りのイルミネーションですよね。オレンジ色だったり真っ赤だったり青色だったり、その年その年で今年はどんなイルミネーションになるのかワクワクしますよね。今年は11月19日から始まっています。真っ青の年は個人的にはちょっと寒々しくてあんまり好きじゃなかったんですが、でも綺麗でしたよ。この台本を書いている時点ではまだ始まっていないので、今年は何色なのかどんなイルミネーションなのかとってもワクワクしています。皆さんはもう今年のシャンゼリゼ通りのイルミネーションがどんなものか見られましたか？きっと僕もこのアラカフェットが公開される頃には見てるとは思うんですが、まだだったら今週末見に行ってきますね。オーシャンゼリゼタラッタタッタン、オーシャンゼリゼ。あ、ちなみにこのオーシャンゼリゼのオーは感嘆詞のオーやオーではなく、シャンゼリゼ通りでという意味のオーですよ。オーシャンゼリゼパラッパパッパン、オーシャンゼリゼ。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はオンラインフランス語グループレッスンで11月30日に開催される安子先生の課外授業についてご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。今日はレッスンをしている時に、なんでこれを書かなあかんのか分かれへんと非難合々のあれについてお話ししたいと思います。これを聞いた後、皆さんがあれを書くのが楽しくなればいいなと思って頑張ります。さて、そのあれですがこれです。どうぞ。そう、よく絵文字なんかで笑顔のマークに使われる山形のアクセントです。なんというかご存知ですか？そう、アクセントシルコンフレックスと言います。être とか tête とか fête とか crêpe とか bientôt とか fenêtre とか、あ、もういいですか？知ってる単語でもいっぱいありますよね。これアクセントエグエいや、アクセントグラーブ、え、トレマ、点々なんかと比べると、なんかこう発音がガラッと変わるわけでもなく、つける意味がよくわからなくて、書くときもあれこの単語ついてたっけついてなかったっけってなっちゃいますよね。よくレッスン中に、先生もいっそのことつけなくてもよくないですかと懇願されることもあります。つけてくださいね。また最近では単語によってはアクセントシルコンフレックスはもう書かなくてもいいなんて動きにもなっているお騒がせなこの子ですが、実は
書く理由がちゃんとあります。ではまずアクソンシフコンフレックスはどういう意味を持っているのかから確認しましょう。アクソンシフコンフレックスは昔この母音の後ろに子音がありましたが今はなくなっていますという意味です。この子音は主に S です。ここからは短くてわかりやすい単語 TET を使ってアクソンシフコンフレックス劇場をお届けします。その昔、頭という意味の TET はテストと書いていました。昔のフランス語では S も発音していたかもしれません。この S が次第に発音されなくなって、あれでもさ発音しないならもう書く必要なくねと多分誰かが言い出して省略され始めます。てうてう、ちょっと待って、でもな S を省略するとな、この綴りやったら発音がトゥトゥになってしまえへん？なんか元の発音と全然ちゃうねんけど。あ、ほんとだ、やばいね。じゃあさ、ここに山形のなんかこんなの書いて、S が昔はありました。でも今は書いてませんっていうことにしとかない？はぁ！ってことは、S は書いてへんけどあんねんで。うの後ろに S てって子音が2つ続くとみなして、てってって読めんねんな。俺はめっちゃ頭良くない？みたいなやりとりがあったかどうかはわかりませんが、とにかく S を発音せず TET という綴りになった今でも、ウアクソンシフコンフレックスの後ろには S があるとみなすのです。さて、アクソンシフコンフレックスがなぜついているかということはわかりましたが、別にそれだったら発音が変わるわけではないあやおの上にまでつけなくてもいいじゃんと思うかもしれません。では他の母音でも見てみましょう。ま、船などのほ、マストという意味の単語です。もともとはマストですね。ではST まで含めて発音してみましょう。 must must。 ではそのまま ST まで発音するつもりでまだけ発音してみましょう。まま、まではなくまと母音が短くちょっと奥に入ってくぐもったような感じになりませんか？ちょっとね、こじつけ感はありますけども、実はこのまの発音記号は A の上が飛び出ていないような発音記号を書いて少し奥に入ったようなまという発音をします。非常によく似ていて、アクソンシフコンフレックスがついていない MAT、チェックメイトという単語がありますが、こちらは書いている通りに発音するため MAT という音になります。 MA と MAT、 ちょっとあの発音が違いますよね。非常に小さい違いなので、声に携わる仕事をしている人以外はわざわざこの違いをつけて発音する人はほぼいません。では次の単語の発音の違いを見てみましょう。 votre、 あなたのもの、所有代名詞 votre、 あなたの、所有形容詞。所有代名詞のあなたのものの方はもともとは vostre、 vos というところで口がすぼまりますし、おが短くなりますよね。そのため votre、 votre、 口がすぼまった平行のおで発音します。一方所有形容詞の votre
の方は S はないので Votre Votre と口が開いた開口のおで発音します。もう一つ言ってみましょう。 Jeune 断食 Jeune 若い。さあこれもアクソンシフコンフレックスがあるかないかだけの違いですが、どんな風に発音が変わるでしょうか。断食の方はジュン、ジュン、口の開きが小さいうの音、若いのジュン、ジュンは口の開きが大きいうの音。というように先ほどまでの単語よりもう少しだけはっきりとした音の違いがありますよね。さあここまで説明すると、じゃあアクソンシフコンフレックスがついている母音はいつも短めでくぐもった音にすればいいのかなとも思いますが、必ずしもそういうわけではありません。先ほどの TET はもともと TEST という音が元になっているので、口をすぼめてくぐもって鳴らすわけではなく、口を丸く開いた TET TETという音になります。一方止めるという意味の動詞アレテはアレステという音が元になっているので、口を横に引いたエの音でアレテと発音します。オアクソンシフコンフレックスやアアクソンシフコンフレックスはほとんどが平行またはくぐもった音になりますが、ウアクソンシフコンフレックスに関してはその後ろに続く綴りによってえと発音したりえと発音したり発音が変わります。アクソンシフコンフレックスがついているから必ずこの音で発音するのではなく、 S があるとみなして発音を続けるとどうなるかで発音が変わる、そんな風に考えるとなんだかパズルみたいで面白いですよね。とは言っても実際の会話でアクソンシフコンフレックスがついているかいないかの発音の違いをつけて話をすることはまずありませんし、実際に逆の発音をしたからといって聞き間違えられるなんてこともほとんどないので安心してください。今日はアクソンシフコンフレックスと仲良くなってもらうためにあえて細かく説明しました。このようにほんのわずかですが、実は発音にも影響があるアクソンシフコンフレックス、ただの山形のアクセント記号のようにも見えますが、実はそこにはその単語が現在の形になるまでの歴史が含まれているんですね。そうやって見てみるとこのアクソンシフコンフレックスも楽しくなりませんか？いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアント。ここにもアクソンシフコンフレックスがありますね。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。本日はアンサンブルがマンツーマンスカイプレッスンの他に提供しているズームを使用したオンラインフランス語グループレッスンのイベント開催のお知らせを行います。まず、こちらはグループレッスンをご利用の生徒様を対象に開催されるオンラインイベントです。そのため、マンツーマンスカイプレッスンのみをご利用の方は、本イベントにはご参加いただけませんので、あらかじめご了承ください。ご興味があれば、
これを機にオンラインフランス語グループレッスンのホームページをご覧ください。さて、グループレッスンをご利用の皆様、11月30日の木曜日、日本時間の20時と21時、合わせて2時間、日本人講師の安子先生によるオンライン課外授業を開催します。テーマは、みんなで解決、伸び悩みあるある、です。授業とは言っても、このイベントはいつものように講師対生徒様の構図ではなく、Zoom のブレイクアウトルーム機能を駆使することで、生徒様を3名ずつ小部屋にご案内し、生徒様同士だけで自由に意見交換できることが特徴です。フランス語学習にまつわるお悩みはもちろん、効果的な学習法のシェア、グループレッスンでの気になることなど、ぜひ生徒様同士で気兼ねなく楽しく意見交換をされてください。時々安子先生がご挨拶に伺うそうですが、お話の内容は決して口外しませんので、どうかご安心ください。普段のグループレッスンとは少し雰囲気を変えて、生徒様がリラックスできる楽しい場としてこのイベントにご参加いただければと思います。ただし、一点ご注意ください。この課外授業は生徒様間の意見交換を目的としておりますので、聴講でのご参加は不可とさせていただき、全員ビデオ付きでのご参加をお願いいたします。さて、このオンラインイベントにご興味がある方、詳細情報はグループレッスンのホームページ下にあるコラムより、課外授業みんなで解決伸び悩みあるあるというコラムをぜひご覧ください。11月30日木曜日、日本時間20時と21時、合わせて2時間のオンラインイベントです。グループレッスンをご利用の皆さん、たくさんのご参加をお待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。